フィーゼラーファイ97フィーゼラーファイ971934年フィーゼラーファイ97はフィーゼラー社で製造された1930年代のドイツの四座単用のツーリング機競技機である複座のツーリング機練習機であるフィーゼラー介護に続いてフィーゼラー社はドイツ航空省からヨーロッパツーリング機選手権の1934年度大会に 参加する特性の四座機の開発を後押しされた。この結果、クルトアーノルトにより設計された FI-97 は通常形式の尾翼を持つ混合構造の低翼型持ち式炭容器になった。胴体は交換フレームにハフを貼り、主翼の構造は木製の骨組みにハフと合板を貼ったものであった。格納と陸上運搬用に主翼は後方に向けて、 折りたためるようになっており、固定おそれ式の膠着装置を備えていた。パイロットと3名の乗客は密閉式のキャビンに登場した。5機の FI97 が製造され、3機は 250HP のヒルト HM8U 等率 V 型8気筒エンジンを、2機は 225HP のアルグスアズ17等率直列6気筒エンジンを装着していた。双方とも、 空冷エンジンであった。この機体は短距離離着陸性能を持ち、その最も特筆すべき、設計上の機構は低速飛行を可能にする主翼の高揚力発生機能であった。主翼前縁には、主翼長の半分以上にわたり、ハンドレページ式自動前縁スラットを、主翼公園には、フィーゼラー設計のファウラー式フラップのオーストロールフリューゲルを備えていた。後縁フラップは、 主翼面積をおよそ20%も増やすことができた。これらの高揚力装置により飛行速度を時速 58km まで落とすことが可能であり、これらは後に有名なフィーゼラー FI-156 の製造に役立てられた。合機の FI-97 は8月から9月に開催された1934年度ヨーロッパツーリング機選手権大会に参加し、 アルグスエンジンツケファイ97のハンス・ザイデマンが総合順位で2機のポーランドの RWD-9 機に次ぐ3位を獲得した。特筆すべき記録は他のドイツ機と比べてすべてのフィーゼラー機が競技を終了したことであった。出場したパイロットの中にはボルフ・ヒルトもいた。フィーゼラー機は短距離着陸競技で1位と3位を獲得し、 短距離離陸競技と最低速度競技でも非常に良い成績を残した。ザイラストレーテッドインスイクロープギアオブエアクラフト1985オービスパブリッシングページ18123よりありがとうございます。